放送席、放送席、本日のヒーローは福山投手です。お疲れ様でした。いや、本当則本がお疲れ様ですね。はい、則本投手が最後まで行くかなと思われた中での登板だったと思いますが、どんな気持ちで見守っていましたか？そうですね、やっぱりなんとか点取られたんですけど、まあ、則本は魂込めて一球一球投げてたんで、まあ、その気持ちを受け継いで投げました。すごく落ち着いていますね。いや、まさか僕がここに呼ばれるとは思わなかったんで、はい、いや呼ばれへんです、はい。さあ、チームとしてはクライマックスシリーズの進出の可能性が残っています。この後大事な戦いが続きます。ファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。これからも頑張ります。応援よろしくお願いします。本日のヒーロー福山投手でした。福山投手がヒーローインタビューということになりました。まあ、ヒーローインタビューのこう事情を話しますと、まあ、則本がやっぱり今日失点が多すぎましたからね。やっぱり本人が断ったというのもあるでしょうし、でも最後締めたっていうのは大きいです ね、うん、そうですね。これで則本に、ね、最多勝争いをやっぱりこうまたつなぐことができたわけですし、ですよね。